This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はフレンペン線バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。2月4日金曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。5歳から11歳の子どもたちへのワクチン接種で、これまでのところ深刻な副反応の報告はありません。タウワー県にバーンナム県に津波博物館が開館しました。農業省は質の高い人材とプロの農家の育成を進めています。文部省主催のイベントが開催されます。それではまず、はじめのニュースです。5歳から11歳の子どもたちへのワクチン接種で、これまでのところ、深刻な副反応の報告はありません。アニピン副首相兼保健大臣によりますと、1月31日から7つの基礎疾患を持つ5歳から11歳の子どもたちへの新型コロナのワクチン接種で、大人と同じように、接種部分の痛みや腫れなどはあったものの、深刻な副反応の報告はこれまでのところありませんでした。食品医薬品局の承認を得て、7つの基礎疾患を持つ子どもたちへの先行ワクチン接種がすでに実施されており、接種部分の痛みや腫れ、発熱などの報告があったことを明らかにしました。しかし、これらの反応は大人でも報告された一般的な副反応であり、深刻な副反応はありません。基礎疾患のある5歳から11歳の子どもたちは、かかりつけ病院の小児科の判断で、近くの病院でのワクチン接種を受けることができます。5歳から11歳の子どもたちに接種されるワクチンは、ファイザーとなっています。ワクチンは全国に廃止されていますが、5歳から11歳の基礎疾患を持つ子どもたちが、ワクチンを接種するか否かは、保護者の判断とされています。次のニュースです。三重県にバーンナム県津波博物館が開館しました。ウキポン文部大臣は、三重県ターカクバー地区バンムアンにバーンナム県津波博物館が開館したと発表し、ここを歴史学習と文化観光を進める拠点としてほしいと語りました。2004年12月26日、スマトラ島沖地震による津波で、三重県をはじめ、タイの南部にも大きな被害が発生しました。バーンナム県の津波博物館は、この災害の記憶を後世に残し、そしてその時にタイ国民が一致団結した姿を人々に忘れないよう残すために建設されました。津波災害の証拠を保管する場所でもあり、また毎年敬意を示すためにやってくるタイ人や世界中の人々の拠り所としたいとしています。ウキポン文部大臣は、津波博物館は地域の文化観光地としての開発や芸術、文化を広めるためのコミュニティセンターの役割も担っている。
また地元で作られた土産物を販売したり、雇用の創出を支援し、地域経済の支援もできると述べています。バーナム県の津波博物館は、文化と創造性はタイの経済と社会の発展に主導的な役割を果たすとの文部省の方針を受け計画されました。2月4日の開会式は、プラユット首相から指名され、イキポ文部大臣が式典を主導しました。開会式の様子は、タイ国営放送、NBC2HD のラジオ局、文部省の Facebook でライブ中継されました。開会式には、イキポ文部大臣のほか、文部省の関係者、パンア県知事、パンア県職員、タークアスバー地区職員のほか、地元住民も参加しました。バーナムケム津波博物館は、5雷およそ 0.8 ヘクタールの土地にあり、本館は平屋建てで、正面に波の形がデザインされています。展示スペースは4つのエリアに分かれています。外には津波で打ち上げられた漁船2艘も展示されています。一般公開は今月2月からとなっており、タイ人だけではなく外国人観光客にも訪れてほしいとしています。詳しくは文部省のホットライン1765で確認できます。次のニュースです。農業省が質の高い人材とプロの農家の育成を進めています。農業協同組合士とトンプレオ事務次官は人材育成のガイドラインについて話し合いを行いました。この会議には、加瀬沢と農業大学の関係者も参加し、変化する社会的状況に沿った農業部門の人材育成について意見交換が行われました。農業省は政府のグリーンサーキュラー経済モデルをサポートするための共同開発計画に焦点を当て、人材開発を推進していく方針です。これは差し迫った問題を解決し、農家がニューノーマルの新たな時代に働くための基礎を築き、農業協同組合省の使命を推進する上で団結力を築くことを可能とするとしています。人材育成では3つの目標があります。1、目標達成するための戦略と計画を推進します。効果的なオンライントレーニングコースの開発を加速し、地方にプランニングスキルを持っている人材を育成し、問題解決に取り組んだりコンサルティングできる人材の知識、移転により知識の管理を促進していきます。2、農業協同組合層のネットワークを国内及び海外にも拡大します。これにより言語スキルの高い人材を育成する準備を進めていきます。3、人材育成を推進するための基盤を築きます。農業省の職員を育成し、スマートオフィサーになるよう徹底的に育成していき、アクションプランの準備を進めます。2023年から2027年にかけての人材育成計画では、農業省は効率的で透明性があり、近代的な人材資源の管理システムを確立したいとしています。次のニュースです。文部省主催のイベントが開催されます。タイらしさを推進し、雇用の創出とコミュニティの収入を生み出すために、南部パッタルン県で2月10日から13日にかけ、文化フェア、タイのライフスタイルが開催されます。文化フェア、タイのライフスタイルは毎年開催されているもので、2022年度はパッタルン県など全国4カ所で開催されます。ウキポン文部大臣は、文部省が新しい経済モデルを推進し、工芸品、伝統芸術、舞台芸術、タイ料理、文化観光の潜在的な5つの力を蓄えた文化産業などタイのソフトパワーを推進することを目指していると語っています。文部省は政府の国の発展が持続可能を維持するという方針を受け、芸術と文化を維持し拡大する方針で、芸術家には発表の場を提供していきたいとしています。イキポン文部大臣は、文化フェアは芸術と文化、パフォーマンス、地元の文化遺産を若者に伝える良い機会だとしています。またタイの文化財や道徳的コミュニティの文化の紹介もサポートしていきます。さまざまな地域で地域特産品の販売なども行っていきます。
文部省、政府機関、美術館、民間部門、文化ネットワークなどが協力して文化資本を用いることで地方に雇用創出し収入を生み出すことにつながります。文化フェアなどのイベント開催は新型コロナで影響を受けた経済を刺激し文化環境を回復させることを目標としています。文部省の新しいビジョンは文化と創造性です。タイの経済と社会の発展に主導的な役割を果たし働くための文化であり、お金を稼ぎ、現状を行う文化としたいとしています。イキポン文部大臣によりますと、文化フェアは4つの地域で開催されます。パッタルン県、クアンカヌン地区、タイ農市場では、ノラーの魅力について紹介するイベントが開催されます。ノラーはユネスコの無形文化遺産に登録されたタイの民族舞踊で、南部の人々に人気があります。先祖の霊を呼び出し、アクロバティックな歌と踊りで、パッタルン県が発祥の地とされています。イベントでは、ノラーのステージが準備されています。ノラー以外にも、ハゲー芝居、仮面劇コーン、民族歌謡、理系などの文化公演も予定されています。また、ノラーに関する資料の展示、ノラーについてのディスカッションパネル、南部の食べ物の屋台や、南部特産品の販売なども行われます。文化フェアはパッタルン県を皮切りに7月にはトラート県、5月にサラシン県、7月にはピタヌローク県で順次開催されていきます。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。5歳から11歳の子どもたちへのワクチン接種でこれまでのところ深刻な副反応の報告はありません。サンガー県にバーンナムケム津波博物館が再誕しました。農業省が質の高い人材とプロの農家の育成を進めています。文部省主催のイベントが開催されます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.